なのでこの鯉のぼりをね、あのすごい釣って釣ったですね、釣った酒井さんです。釣りの初黒の酒井さんです。でもこの鯉のぼりね、すごいですよね。緊急事態宣言の前から、4月からね、あれですよね、頑張ってですよね。そうです、なんか最初にね、4月に釣る前に打ち合わせした時となんか話が全然今違くて、なんかすごいいっぱいあるんですよね。真ん中とか、真ん中はないからって、なんかマグロ登りとかあるから、なんかあれみたいな。はい、でも本当素晴らしい光景をね、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、酒井さんに拍手お願いします。ありがとう、ありがとうございます。ではですね、ちょっとね、はいですね、じゃあ、皆さんに、林は始まる前にちょっとお願いしたいことあります。何回も言っちゃって申し訳ないんですけど、今ちょっとこういう事態なので、政府からイベントのガイドライン要請出てます。現場からですね、2メートルあったりマスク外してもいいよってことになってるので、ありがとうございます、ご協力ありがとうございます。その今日は真ん中の鯉のぼりラインの後ろでご覧いただくという形でお願いしております。ご協力ありがとうございます。そしてお客様同士の距離が1メートル、お客様同士の距離が1メートルということで、から指示があります。もうちょっと今お客さん同士ちょっと近いかなっていう方は前後とかにね、分かれていただいて、ちょっとお仕事